はい、来ますね。あ、持っていてください。で、今回なんですけど、モデルさんなんですけど、モデルさんがずっと家で、あのセルフカットをしてたそうなんですけど、これ見てください。あのセルフカットやのにこんだけ綺麗に切れてるんですよね。まあ特徴で言うと、ちょっとこう空いてるかなっていう感じですね。毛先の方が疲れてるかなっていう印象はあるんですけど、1年ぐらい切っとった。どれぐらい切っとった？え、1年ぐらい、何、どれぐらい切っとる？セルフカットに、まあまあ、1年ぐらい、1年ぐらいこの髪型を自分でキープされてるそうなんですけど、これ僕ちょっと気になったので、今回でセルフカットをどうやってやってるのかっていうのをちょっとだけ見せてもらいたいので、いいですか？はい。で、使ってた道具が、まあ彼が使ってた道具がこれ、カミソリですね、とハサミで、まあ、ちょっとすきばさみはあのなかったようなので、家に、でお店のハサミの3つを使ってもらうということで、ちょっとやってもらっていいですか？はい。何から言っとった最初？何でもいいです。こっちから言ってもらおう。まずはね。で、今、これ何かな、レーザーか、なんていうかな、カミソリ。カミソリを持ってます。見せてください。で、彼が、まあ、見たら、美容師じゃないです。一般の方です。で、どんな人やってたか、僕はすごい興味あるので、ちょっと見せてください。どうぞ。はい。はい、軽くだけでいいんで。はい。はい、で、僕ちょっと解説しますけど、これは乾いた状態、乾いた状態の髪の毛を持ってます。で、今、ちょっと画面上で伝わりにくいかもしれませんけど、毛束をつまんで、ちょっとトップの方が見えにくいので、ずれてくれる？ごめん、ずれてくれる？体を。あの体を 下に降りてくれる？下に、なんかカメラの、その、はい。トップをねじって、で、毛先の方をカミソリで、ザクザクと、まあ、すくような、すき切りみたいな感じですね。まあ、こういう技法は、まあ、こんな感じですね。これ今ね、半分ぐらいいってます。もうこれが元の長さで、これもう半分、約半分ぐらい。この技法は実際に美容室でもある技法なんですけど、レザーカットっていうんですけど、ちょっと切り続けてくれ、レザーカットっていうんですけど、まあ言うたら普通やったらハサミとかすきばさみで切るんですけど、レザーですくような感じで切っていくって、実際にある技法です。これはそれ自分で考えたの？自分で考えました。考案しましたみたいです。で、ありがとうございます。これが一つの技法で使っていつ一旦使います。蓋ある？蓋をちょっといきますね。で、もう一個が挟む。で、彼がこういうの持ってたんですけど、ちっちゃめです。どっちかって言ったら 手のひらがこれでだいぶちっちゃいです。で、これをどういうふうに使ってたのかを 見せてもらいます。部分的に違うとこ着てもらってもいいで、トップだけじゃなくて横でもいいし。で、今持ってます。なるほど、出ました。これがね、美容師的に言うとチョップカットって言います。チョップカットで言います。どういうことかっていうと、毛先の方だけをこう、毛束があったとして、毛先の方だけを縦にハサミを入れてます。で、これをすることによって毛先がすかれたような感じで、長さもやや切れつつ、すいたような感じになっていくというチョップカットなんですね。これをしかも狙って、あ、すみません、ありがとうございます。はい、僕着信だけしましたね、すみません。はい、すみませんでした。ありがとうございます。います。で、ちょっと続きやったんですけど、すみません。チョップカットという技法を、しかも彼は自分でたまたま考えた。そうですね、切りやすいかなと。美容師さんに教えてもらったわけではない。うん、ないです。素晴らしい。で、このお兄さんが、この2つの技法を抜いたら習得してるんですよね。で、
まあ、家でも皆さんできますので、こういう学生さんとかやっぱり家で切りたい人もあると思うのでやってみてください。でちなみに僕ちょっと聞きたいんだけど、後ろどうやって切っとったのか聞いていい？でこの後ろ見えるかもしれないけど、見えない設定で切ってもらっていい？右後ろのとこ、ここを切ってもらっていい？それでやったら、これでやっとったら、こっちやっとったら、それで来ました。で、いきます。さっきのレザーですね、何でしたっけ、レザーじゃなくて、カミソリで後ろは行くそうです。なんでかというと、見えないから、自分では鏡で見えないから、ねじった毛束の毛先をザクザク、まあ、レザーの場合の注意点なんですけど、多少痛みやすいのでそこだけは気をつけてください。でもセルフカットやったらレザーの方が、かもしくはすきばさみですね、の方が切りやすいかなと思います。あともう一点、美容師的に言うんですけど、乾いた髪の毛ではやらないでください。今やってますけど、参考例なんで、今回は濡れた髪の方が髪の毛傷まない、そして、綺麗に切れます。ですのでそれはやってみてください。ありがとうございます。で最後いきます。で最後なんですけど、すきばさみで彼がどうやって切ってたのか、はい、お願いします。まず左利き、うん、どこいつも切っとった、前後ろ、前横、裏、うん、裏やってみようか。見えなくても切れる、うん、大体できてる。真裏いきます。真裏を彼はすきばさみでされてたそうです。で毛束を取りまして、で反対側の手で持ってねじってます。そしてザクザクザク、あとね7回ぐらいいきました。ザクザクザクねじって、ちょっと切りにくいと思う、またちょっと、うん、違うタイプやから。実際には切れるけどまた使い勝手がちゃうから、例えば濡らして切るとまた使いやすいんですけど、実を言うと、まあこういうやり方をやってたという。ありがとうございます。で彼はその3つの技法で、すきばさみ、カミソリ、ちっちゃいハサミで3つの技法で、しかも誰に教わることもなく自分でやってたという、こういう事実が分かりました。素晴らしいです。でこのあとまた違う動画で、僕自身が先ほどの、うん、やってはいけないこととか、こうやった方がいいというアドバイスも言いますので、また見てください。ありがとうございます。